再び湖岸に出てきました。大好きな琵琶湖をまた眺める安本さんです。この愛らしい帽子ですね、昔見たカリメロみたいに可愛らしい、めちゃめちゃ可愛いな、なんか可愛すぎて、ちょっと安本さんのバーコード隠れてちょっとちびつぶりに見える感じもあります。お前可愛すぎる。はいはい、お口直しにタックル。あ、嘘。ちょっとね、だいぶ小ぶりになってきましたけども、安本さん、このお帽子、雨よけお帽子で、元気に進んでいきたいと思います。はい、タックル行こう。はい、行きます。来ません。タクル君、なんて言ってたっけ、四つぎっていうところだそうです、ここは。向こうの方に、白いちっちゃい建物が見えますけど、これが長浜プリンスホテルらしいです。僕は牧野プリンスホテルと言ってみんなにバカにされましたが、長浜プリンスホテルそうです。左に寄ってください、一歩だけ。はい、OK、その真ん中、そのまま行ってください。そのまますわ。あ、まあ、そのまましたら、それで回れる。はい、回数の報告が。めっちゃ回数のレディース。あ、ありますね、橋ね。掘ってありますわ。かいつぶり、はい、安野さんの